はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はスーパーリコレクション、あ、通常のリコレクションですね。まあこれなんだろう、アフロディーテかな。あ、アフロディーテですね。攻略していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。アフロディーテってなんかあったっけな、どうだったっけなんかどういう感じのやつやってきたか正直覚えてないんで、はい、なんか適当なパーティーでいきます。まあリコレクションクエストぐらいだったら多分キャストリアとマーリンとかでいけると思うんで、まあどうにかなるでしょうっていうのと、なあ、ワンチャンさ、マーリンかな、マーリンかタマモとかで短期できるんじゃねみたいなこと思ってたりするんだけど、どうだろうなーとか思いつつ、まあ一番簡単に攻略できるのはバゼットさんなのかなとか思いながらね、まあいろいろちょっとやっていこうかなと思います。はい、どうだったっけ、どうでしたっけ。いやマジ覚えてないんだよね、ずっと喋ってたわ、ごめんなさい。あ、なんか防御力ダウンか、なんか解除されたわ。うん、弱がらん弱がらんからとりあえず殴るか。とりあえずどうしよっかな、バスター性のアップ一旦だけなんだよな。まあとりあえず一旦目に関しては宝具の方をちょっと優先したいというか、宝具連発の方を優先するかっていうので、マジイリアさ、イリア使ってて毎回思う、弱体無効確定で使わせてくれよっていうあれね、本当に。ちなみに多分これクロスエハイあったらワンパンできてたと思うんだけど、 NP チャージがちょっと足りんからまあいいか。はい、ということでドーン。あ、なんかクロスエハイなくてもいいわうちのイリアが強かった。はい、ということで NP 回収とりあえずして、ここまで溜まっていたらね、どうにかなるので、はい、 OK です。で、人よ平伏せよ。あ、スキル封印、美の剣の、うわああ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 あ、こんな攻撃してくるんだ。そんな、いや痛いか。うわ、防御力ダウン2段階入ってるとさすがに痛えな。どうしようかな、これ行動不能状態っていうのが一番めんどくさい状態なんだよね。まあちょっとね、キャストリアやられてしまうとめんどくさいっていうのがあるんで、バスター性能上げて NP 獲得リアップいろいろ入れて、アーツ別にいらないか。あ、そうか、フォーグ封印されてる。オーマイガー、もうこういうのがあるからね、スキル封印を打ってくるキャラクターはね、あんまり好きじゃないんですよっていう愚痴。はい、普通に殴りましょう。え、けどこれ魅了、はい、そんな攻撃あるんですか。うわ、恐怖だってよ、排除しないと。一応キャストリアの宝具打てるようになってるんでね、キャストリアの宝具打ちましょう。でもちょっと待ってよ。ここでやるべきこととして、こう NP 獲得量アップだったっけ、バスター性能も上がる、あ、上がるな、じゃあこうだ。よし、これで OC 上げつつちゃんと耐久もできるということで、いやー危なかった。いや、ブレイクした後あれだな、魅了を打ってくるのシンプルにちょっと鬱陶しいな。けどワンチャン手前のキャラクターに打ってくるのかな、魅了確定どうかわかんないけど、そう考えるとどうにかなるのかな、わかんないけど、まあ、とりあえずぶん殴りましょう。はい、クインテッド。はい、29万。いいですね。いや、マジで強い。まあ、うちのイリア、宝具レベル5になってるからっていうのもあるんだけど、なんか、英雄作成とか何も打ってないのにお手軽ポーンってこれ出してくれるんだったら、もう特に言うことはないよね。あら。あ、弱体解除がされていない。あれ、弱体解除なんだったっけ。うわーい、またいろいろとされてた。あれ、弱体解除なんか非強化成功率アップみたいになったけど、あれ弱体無効だったっけ、弱体解除だったっけ。やべ、覚えてねえわ。ちょっと後でちゃんとゲージ見るか。はい、ということで耐食性防御はあるんでね、殴っていきます。ドーンと。これ普通に次のターン砲撃ったら飛ばせるな。え、これどんな攻撃だった、無敵貫通とかだったっけ。全然関係なさそう。
あ、魅了耐性ダウンするんだ。あとその1個は何、その1個は何、てかやっぱイリア、あー痛いね痛いね痛いね。防御力ダウンがやっぱ3個入ってると普通に自己要素になるねこれは。うーん、どうしよっかな。無敵です。とりあえず全体無敵で殴ります。攻撃力ダウンも2段階入ってるからあんまりダメージ減らないけど、んー、なんか減ってるな、思ったより減ってるんだけど、あ、まあけどここまでいったら余裕だ。はい、ということでね、アフロディーテどんなギミックか本当に覚えてないんだけど、本当に覚えてないんだけど、なんかそんなに難しくなさそうです。まあスーパーリコレクションがちょっとめんどくさいかなーっていう感じはするんですが、まあそこに関してはね、まあうまいことやっていけばどうにかなるかなと思います。はい、じゃあついでにバスター性のアップもう一回入れてあげて、一応、お、両方発動した、ラッキーで殴りましょう。防御力アップとかないよね、大丈夫ですね。はい、ということで、まあサクッとスーパーリコレクションじゃねえわ、リコレクションクエストのアフロディーテクリアしてきたんですが、こんな感じです。やっぱキャストリアいると楽だね、全体に対粛清張ってくれるこの安定感やべえよ本当に。あと単体のアタッカーさえいればまあどうにかなるっていうのは分かったんで、まあ、単体のキャスターですね、ちゃんと育成するか、まあフレンドさんで借りてくるっていうのが大事になってくるかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではバイバイ。1回で5000ダメージ食らうのやばくね。あーもういいや、いや、アフロディーテのところクリアせんとこ。もういいや、めんどくせえ。なんかやってて楽しくないからいいや。